もう秒速で盛り上がりすぎたわ。秒速で。でもそういうことやんな。大人になってもそうやって知らないことも多いし、そう、分かり合えない瞬間も結構あるよってことやんな。分かり合えないし。いや、ほんまに。ほんまそれやな。でもさ、そうやってさ、働き出してというか、服とか特にさ、こういろんな経験をしたからこそさ、気づいてることってめちゃくちゃあるやん。うん、ちょっとはあると思う。なんか私さ、もう好き嫌いでしか選んできてないから、今まで。今の仕事ついてるのも、英語が好き。で、その先生になったのはさっき話してたみたいに、ちょっとハプニングがあっての先生なれたって感じやけど、うん、服と違ってなんかもうなんか、これ、そこしか見てないみたいな感じで来ちゃって。おー、はいはいはい。で、今その先生やって、いろんな生徒とかと会えて、うん、それでよかったなとは思ってんねんけど、今日そうやって服の話聞いてて、うん、なんか思ってたことじゃないことでも、やってみるっていうのも、仕事こう選んでいく上で、ありなんやなって。そういう選び方も、いい仕事をこう、できてるっていう、モデルがいてるからさ、目の前に。あ、そういう選び方もありなんやって思って、今日。多分、マリーはいろんな生徒さんから相談受けたりすることが多いから余計いっぱい考えるところもあると思うけど、マリーが今までやってきたのが、その、やりたいことがあって、これっていうのがあって、うん、ここに行くためにどうやって行くかっていうのを、いろんなことを考えながら、うん、進んでいく方法なんよね。そう、だからすごい気持ち、すごい、新鮮やった。ああ、そう。大人になってからさ、こう、仲良くなって友達になる人とかもいてるやん。うんうんうん。で、そういう人たちってなんかこう、学生の時との出会い方とも違うし、ああ、うん、そうやね。仲良くなり方も違うし、違うし、うん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 。で、なんかその関係性も違かったりするやん。違う。でもなんかそう、小学校から知ってる服でさえ知らない面がまだあるっていうのが今日分かったからさ。ああ、そっか。そう、こうやってしっかり話をしたことによって。教師としての前から見た目線でまた新しいところ見れたってとこ？うん、あ、そっか、そういうことやな。うん、多分そう。教師としての前にあんまりちゃんと対面してないかな。見てるちょっと立ち位置がいつもと違うかなみたいな感じよな、きっと。うん、そうやと思う。別になんか私が教えてきてた生徒がすごい不安がってるとか、なんか、うん、あ、どうしたらいいとかいうタイプの子もいてなかったよ。どっちかっていうと私がなんかごめんごめんごめんついごめんついに出来心でついやっちゃったごめんさんまさんみたいな。これ一瞬なんか、あれ私なんかエイリアンと喋ってるけど。急に目がゴーンってでかくなったから。え、なんだっけ？あ、そうそう。別にさ、その生徒たちがさ、すごい不安がってるとかじゃなかったんけど。あ、でもやっぱこう。面談してるとさ、こう、大人になってしまった自分やから気づけへんこといっぱいあるなと思って。なんか最近っていうか、覚えてる中で印象のある相談事ってなんかあった？パッて思い浮かんだやつなんだっけ。もともとさ、その塾で働いてた時に面談するってなると、まあ、塾やから、どこの高校受けるとか。あ、うん、で、将来的に、その、どういう仕事をしたい？じゃあ、そういう、お仕事つくためには、学部学科はこういうとこに行っておいた方がいいね。で、そこに進学してる高校ってここら辺やったらこういうとこあるよ、みたいな、こう、なんか逆算してこう、話をすることが多くって。あー、そっかそっかそっか。でも私もそうやってんけど、正直中学校1年生とか2年生の時って、え、将来わからへんってタイプだったから。そうやね。中1、中2か。うん。で、まあ中3とかになると、
やっぱ受験生のこうモードに切り替わるから、みんなちょっとこう高校だけじゃなくって大学とかもこう意識したりとか、うん、ちょっと意識変わったりとかはあるんやけど、でもやっぱその面談しててみんな言うのは、なんかどんな仕事があるかわからへん。話聞いてると、確かにその出会う大人の人って、特に中学生とかやと学校の先生か塾の先生かで、プラス習い事に行ってるとこのコーチとか、うんうんうん、先生とか、あとは親親戚で親のお友達とかってなると、こう出会う大人の数が限られてるやん。そうやんね。そう。そうってなると、その人たちが何やってるかっていうことをさ、中学生で聞くっていうのも多分、ないし、先生は先生だしとか。そっかそっか。ってなった時に、そもそもなんかどういう仕事があるかわからない。っていうことで、ここがそう半分ぐらいいてたから、で、やっぱりその進路、高校受験とか大学受験とか進路決める話をした時にパッて決まってる子は、うん、例えばちょっとこう自分が入院した経験があって、すごい看護師さんとか病院の先生にお世話になったから、うん、そういう医療系の道に進みたいとか、はい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 、やっぱりなんか経験を通してそういう職業に触れてその道に進みたいなって言ってる子がは、いてたかな。そうやんな、うん、そうやんな。そうか、自分が普段関わる大人たちの職種でしかイメージ分かへんもんな。分かんない。そうそう、最近はさ、そのこの前の動画でも言っててんけど、 SNS が結構もう中学生とかでも使うようになってるから、うんうん、まあ、気になる仕事があったりとか業種あったら自分で調べれるようにはなってるやんか。うん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 、そうやな。だから、うん。なんか私たちの時代よりはまだその、いろんな職業に触れる機会は多くなってるんかなとは思うんだけど。うん。前みたいにさ、これやりたいって、最初から持ってる子やったら、決めやすいけどな、進路。大学こんなんのがいいから、高校とこ行きたくて、うんうん、で。まだそういうのがないからわかんないっていうことやっぱり。そう、面談してて気づいたのが、結構どの教科の成績もしっかり取れてて、理解もできてるっていう子が、器用やからこそ、どういうこう職業つきたいとか、こういう勉強したいっていうのが絞れないっていう子はいてた。あ、できてしまうがゆえに。うん、ゆえに。器用やから、全部できるから。そうなんや。うん。難しいね、そういう時に何て相談されて何てアドバイスしたらいいかってなった時まあでもなんかそれをね、こう溜め込まずに相談してもらえるのは、うん、あ、なんかこう成長しようとしてるんやなってこっちも気づけるかな。あ、相談してくれたこと自体になんか成長すごいして、うん、ちょっと先生として気持ちする先生としてキュンってしてたのに。この前まで消しゴム投げ合いっこしてたのに、そんなに考えれるようになったとか。この辺までしてたらな、キュンってするよな。キュンってするする、成長をすごい感じる。そっか。そう。で、今は塾辞めてから、その教えてた教え子たちともこう離れてしまってるから、うん、直接的にそういうことなんかこう、日々汲み取ってっていうのが難しくなってるから、私も。だからなんかこう動画とかなんかの形で、ちょっとでもそのなんかこう成長する上でのサポートの一つになれたらまあ嬉しいなと思って。そっか。うん。じゃあそういう意味で今日なんかうちから情報取れたのって、多分一個のこと以外でもこのやり方あるんだよっていう新しいところ。そう。すごい、だからめっちゃ大きいわけ。そうか。そう。仕事の見つけ方、こうだよって言ってたのが、それが、さ、私の方法だけじゃなくて、服の方法もこう、うんうん、シェアできたから。そうやね。行きたいって思ってるもの以外でも、やっていく方法はあるんやでっていうのは、うん。
確かにいいかな。ストレスあんまり少ないもんね。少なくなるもんね。うん。プレッシャーも少なくなるし。うん。うん。でなぜか最後つじつまが合うし。そうね。本当にね、不思議よね。標速が合う。標速を合わせる。標速が。すごいちゃんと使ってる。使いこなせてる。だから大丈夫やでっていうのはあるかもね。それって、なんかさ、もちろん、中学生、高校生の学生の子らにも言えることやけど、例えばさ、今から就活する大学生の子とか、転職考えてる人、大人でもさ、言えることやもんね。そう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 。うん、もうそれは絶対そう。の例、うちの例で言うと、例えば大学受験やったら、高校の時に部活で、まあ、女の先輩やけど、めっちゃ好きな先輩いてて、うん、すごい受験応援してくれたので、手紙2、3枚書いて応援してくれたりとか、すごい。神社もくれたりとか、めっちゃ優しい先輩やって、え、その先輩とこ行きたいって言って、めっちゃ勉強したのに、全部落ちて。うん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 、で、最終的に滑り込みで受かったところ、大学行ったよね。で、そこの大学で生徒会長になったんよ、なぜか。え、ちょっと待って、大学で生徒会ってあるの？あんねんあんねんあんねん。なんか委員会やってんけど。なんかすごいな。ちょっと変なっていうか、こう、話のテンポがポンポンポンっていって、誰もやりたがらないポジションになった時に、なんかポンってうちが入って、生徒会長になりました。すごーい。でもなんか、推薦っていうより誰もやりたがらない委員長うちがなって、周りが優秀な人たちに固まったっていう。いやでもそれだけだから募ってるってことやろ、周りに人が。で、なんかそれが結局その大卒の就職活動に有利になったっていうのがあるから、すごい。第一志望に落ちまくったけど、滑り込みで受かった大学で生徒会長になって就職有利になったっていうのもあるし、なんかね、そうそう。予測ありましたね。あと、貿易事務の仕事は派遣で入ったんよ。で、契約社員になって、契約期間が決まってて、うん、毎年自動で更新されんねんけど、ちょっと会社の事情で契約が切れたのね、うん、会社そこで。うん。で、ああ、転職しなあかんわってなった時に、入ったところが正社員の IT 業界やったんよ。あ、次に大学の、専攻で受けてた情報系活かせたわ。しかも正社員やわ。ボーナスあるわ。最高やね。とてつもね。だから、まあ、生徒さんの心理相談。経験をカナダにも行って、アパレル業界でも働いて、こう行って、目指してたところに今来てるってことやろ？そう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 。じゃあ今は、そのいろんな経験してさ。うん。こう目指してた、やりたいなと思ってたことできてるやんか。ああ、そうやね。それ嬉しい。うん。これからなんかこうしたいなとか、やってみたいなっていうのある？これから、これからどうなりたいか？うん。そうやね。東京に来たのは、IT 業界も続けられるのもあるけど、プロジェクトマネージャーっていう職種に興味持ったからっていうのがあるのね、うん。プロジェクトマネージャーって全然聞いたことなかった職種やってんけど、アメリカとかでは結構普及してる職種やって、要は何かしたい、会社でしたいことあります。それどうやって進めていきますかっていう司会進行みたいな役なんやけど、スケジュール決めていって、誰が何するかっていうタスクを決めてって、うん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 、で、実際プロジェクトが始まったら、どれぐらい進捗、プロジェクトが進んでるか、うん、何パー進んでるか、トラブルが起こったらどうするか、うんうんうん、そういうのを管理していく人たち。でそれが大阪になかなかなくって未経験で、うんうん、東京に行ったらあったのね。だから東京に来れたのもあってんけど、東京に出たいから、今の会社に入ったわけではなくって、その、プロジェクトリーダー、ま、マネージャーっていうのを、やりたいから入ったってことか。そう、プロマネって訳されてるんだけど、プロマネっていうのは、
どこで知ったん？その前の職場から転職するときに転職サイト見てたときで、うん、あのすごい目についた職種やったのね。気になったんや。気になった気になった。いろんな業、しかもいろんな業界に共通して募集されている職種やったんよ。へー。一個の業界だけじゃなくて、これってどんなんだろうと思って、で、東京に面接に行ったのね。うん。で、その時に面接してくれた人に、このマネについてこういう仕事でこういうことするんだよって、業界も、うん、あの、決まってないから、いろんな業界と一緒に仕事を関われるよって言って。うん、うん。転職回数多いから、あの履歴書見た時にそこをマイナスに取る企業もあるけど、プロマネを志望する時にそのいろんな業界してるのが逆に強みになったんよね。なるほどね。面白いなと思って、うんうん、そう、転職しすぎるとなんか不利になるっていうのがよく言われてたことだったけど、強みになるっていうのは今までなかったなって思ってさ。嬉しいよね、そうやって言ってもらえたら。ちょっと来たと思ったもんね、うんうん、だから今のもうこれからの目標って言ったら、まずその IT スキルと英語スキルを今まで通り伸ばしつつ、うん、プロマネのスキルをつけていくことかな。それをちょっと今東京にいる間につけたいなって思ってる。かっこいいなすごいな。そうなんです。いや、素敵やわ、服。あ、ありがとう。めっちゃ素敵。ありがとう。なんかこう、年齢的にもさ、例えば一つの会社で働いてると、30超えてくると後輩もできたりとか、うんうんうん、仕事もある程度こう覚えてきて、できることが増えてくるやん。うん、そうだね。ただ、やっぱりその分、なんかちょっとこう、慣れというか、できる自信もついてきてる分、なんやろ、自分に甘くなったりというか、うんうんうん、そういうのが出てきてしまったり、私はするねん。慣れね、あるよな、うん、なるなる。ある程度こう仕事を覚えて、なんやろ、こう、うん、なんかこなせるようになっちゃう。うん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 。でもそれって結局なんかこう、求められてる、その最低限の、こう、レベルの仕事はできるようにはなってても、それ以上のことってできひんかったりするやん。ああ。なるほどね。でも、服は、なんか、ちゃんとこう、達成したら次っていう風に、進んでるのがすごい。ああ、ほんと。なんかありがとう、うん。なんか褒めてもらってめっちゃ嬉しい。え、ほんま、いや、ほんまやで。しかもさ、私もよく、あの、口だけお化けになったりすんねんけど。お化け言うだけみたいな。言うだけ。口だけお化けとか、なっちゃったりすんねんけど、なんか服をそのなんかこう、こうしよう、ああしようって思ったこと、ちゃんとさ、こう、行動に移してるやん。ああ、うん。あ、でもうちも口だけお化けの時もあるけどな。いや、たまには口だけお化けになってくださいよ。いやでもすごいなって、ほんまに東京だって上京するのとかも結構やっぱこう大きな一歩なわけやん。ああそうやね。うん、そうそうそう。しかもなんか大阪人って東京怖いとこみたいな感じてるとこあるもんね、なぜか東京怖い上京してた友達みんな帰ってきてるそうなんだ。やっぱり大阪がいいんって言って帰ってきてる子が結構多いから。そう、めっちゃ言われたの、うちも東京行くって言った時にさ、なんで東京なんて怖いとこ行くのって。危ないやろって言われて。もうな、大都市っていうイメージがあるから、余計な。大都市。住んでる人もな、倍ぐらいおるしな。いや、人めっちゃ多いよ。うん。ちょっとな、前にちょっと質問したんやけどいい？あ、でも全然。今こんな状況でさ、企業でさ、テレワークが長期化してる会社って結構多くて、もうずっとテレワークが基準にしてる会社も出てきたりするんやけど、それ生徒さんに勧められそう。テレワーク。うん。私はテレワーク賛成派やね。賛成派なんや。うん。え、なんか理由としてはどういうメリットで？
なんかもともと、まあ、うちがさ、母子家庭やったっていうのもあって、あ、うん、母親がその働きに出てるから、すごい、うん、家で一人でいる時間が多かったやんか。で、はいはい、弟はま、保育園とか、こう、預かってもらってたから、はいはいはい、学校終わって帰ってきた時に結構その一人で過ごす時間多くって、で、まあ、そういう経験もあって、もし自分がこう大人になって親になる機会があるんであれば、うん、お家で子供のことを見ながら子育てしながらお仕事できたらいいなっていうのを、あ、なるほどね、中学校の時からもずっと思ってて、あ、そんな昔から思ってたのか。そっか。そう。だから、あんまりその、会社に行って働くとかっていうことに、そうそう。うん。意識がなかった。あ、そうなんや。もともと、だから、お家でできる何か仕事ないかな、英語を使えないかなって考えてて、あ、そうな、そこもあった。そうそう。それちょっと初めて知った。そうだった。まあ、それもあって、うん。私たちが子供やった時は、まだ、お母さんがお家にいてくれてる家庭って結構多かったやん。でも今って、その、共働きで働いてはる人も多いし、そうやんな。そう。で、女性もさ、言ったら、やりたい仕事を続けたいって思うのは、自然なことやと思うから、うん。ってなった時に、なんかその、会社に働きに行って、しかもこの往復の出勤時間とかね、考えたら、大手で仕事できるんやったらいいんじゃないかなって。そうやんな。そうか、うん。そういう見方があるんか。うん。だから割と、自粛期間で、で、うん、旦那さんの方も自宅で、もうテレワークでずっと仕事しててってなって、うんうんうん、子供といる時間がすごい増えて、うんうんうん、子供がすごい喜んでた。って、あ、そう。そう、言ってる友達がすごい多かった。へえ、そうなんや。それいいな。そう。だからなんか、友達はなんか遊びに連れて行ってあげられへんし、確かにそのお家の中ばっかりいるからストレスも溜まってるやろうけど、なんかちょっと聞いてって、なんか、お外遊びに行かれへんし、やっぱしんどいやんな、とかって言ったら、なんか、うん、でもパパがいてくれるし、みんなでおれるから楽しいよ、みたいな。ああ、そんなこと言ってくれんの。そう、嬉しいやん、って。できるよな。そう。めっちゃ嬉しいな。そう。そっか。うん。なんで？それはなんで思ったん？ね。うん。会社で今求人出してるんやけど、その、うんうん、ニュースとかでさ、テレワーク実施してるかどうかを見る人が多いんやって。それが一つと、もう一つは、今実際にテレワークしてる人たち、あのね、感想が結構分かれんのね。なんか、もうテレワーク嫌って言ってる人もいるし、うんうん、現場に、別に行かなくてももう今は仕事ができる環境整ったから、うんうんうん、このままでいいっていう人が分かれてて、これから実際どうなるんかなっていうのはみんな思ってると思うんだけど、うんうん、もう子供が多い環境にいる人たち、前みたいな先生、うん、生徒さんがいるとことか、うん、お子さんがいる家庭、まあお母さんとかって、自分の子供が進路で迷った時、テレワーク進めるんかなって思ってさ。ちょっと気になったんよね。それって多分、うちも今後働き方で、気持ち変わっていくからさ。で、今の話聞いちゃう。なるほどねーと思って、子育てしてる人にとってテレワークって確かに便利なのかなって思った。うん。母子家庭とか父子家庭の人とかも、もちろん仕事しながら子供見るって大変やとは思うねんけど、今回そのなんか保育園行かせれなくなったりとか、幼稚園行かせれなくなったり多かったやんか、ってなった時に、自分だけで子育てしてはる人は預ける場所がないからさ、そうやんね。うん、そうやんね。から結構、うん、テレワークで働けるってなったら、助かるなって人は、いてるんじゃないかなって思う。うん、そうやな。テレワークしてるってことは、やっぱお給料も入るから、うん。子供のそばにいられ
でかつお金も稼げるんやったらだいぶいいよな。やっぱ上手い人いるよな。うん、うん、いいと思う。もちろんそのね、あの全てをテレワークでってなると難しいところはあると思うんだけど、職種によったら、職種によったらね、うん、うん、そっか。じゃあ今舞が知ってる生徒さんって結構テレワークから始まる人多いかもな。多いかもしれんね。もうそれが当たり前になってる世代かもね。今中学生の子だったらあとだって7年後やろ。うん、この2、3年ですごいよ、なんか大きく変わると思うねんやん。あの前のごめんな話ちょっと変わるけど、あ全然いいよ。前のさ違うアカウントで、うんうん、ムーンライトの方でたまにさ星見てくやんか、うん、星。あはいはいはい、うん、天体予報の。なんかうちの近くにいる人が同じような感じで星読む系の本、うん、星座見る本見てて、なんか今年からすごい変化があるんやってな。変化。そうやね。今年、あの、ほんまに、天体の配置がガラッと変わる年で、で、なんか今までの時代が、わかりやすく言うと、土の時代って言われてて。土。土。なので、なんか安定とか、うん。定住とか、結構その物事あんまりこう、変わらない。みたいな時代やってんけど、うんうんうん、今年からその風の時代に切り替わるって言われてて。風。うん。だから、なんか今までの常識が常識じゃなくなる、この変わり目の時期やねんか。ほうほうほう。だからその、働き方が会社に行って働くではなくテレワーク、家で働けるようになったりとか、って言ってた友達も。そう、なんかその子も、最近その本、もともとなんかちょっとわかるタイプで、うん、で、なんか気になりだしたから本読み出してんて、そしたらなんかすごい変わる動きになってきてるらしいって言ってたから、どうしようみたいな感じになった。せやな。うん。だから当たり前が通用しない。そう。うん。なんかちょっと面白そうって思っちゃうけどね。どんな風になるんやろうな。うん。そっか、でもあれやね、あの、服のさ、の、職場もさ、テレワークになってるけどさ、うん。東京の方はもう結構だから変わってってるってことやんね。あ、そう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 。もう、うちが今、まあ、お客さんの職場に行ってる常駐先は、最初全然、テレワークしない方針やっていうか、それがもう、緊急事態宣言になって、強制的にバン。テレワーク絶対無理って話してた翌日の2時ぐらいにもう全員帰るようになった。急に。そっか。そう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 。でも時代やな、もうな、適応していくしか。適応やね。なんかそう、そのつもりなくてももう強制的に変えられる会社っていっぱいあると思う。うん、テレワークみたいに。で、こう、会社のさ、システム的にそれが可能なんであれば、うん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 。感染してしまうかもしれない、感染させてしまうかもしれない、リスクを持ちながら、働くよりもそっちの方がね、うん。いいしね。絶対いいと思う。ね。会社としての信用もそっちの方が高いやろうし。そうやんね。そう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 。うん、そう。だから面接も全部、今、ウェブ面談。が多い。あ、そうなんや。そうそう、直接会って面談がほぼできないから、全部ウェブ面談。そうか、そう考えたら、あれやね、あの、入試は今まで通りなんて感じじゃない？確かに、確かに。間に合わんかったんかな、システムに変えるのが。なんか、そうじゃないと、え、入試どうしたらいいのって感じなのかな。うん。だから結構この2年3年の受験生の子たちは振り回されてるから。やばいな。ほんまに、ほんまに大変やと思う。でもまあなんかこういうさ、ほんまにイレギュラーやんか。うん、もうこれからあるかないかわからへんぐらいイレギュラーな形で入試期間迎えて、大学入試とか高校入試受けてって子たちは、
大変やとは思うけど、めちゃくちゃ経験値は上がるよね、その分。大変な思いしてる分。経験値はやばいな。うん。ちょっとやそっとハプニング起きただけでは、なんかもう、動揺しないよ、みたいな。確かに確かに。まあ、社会人になってからも結構予定変更急にされたりとか多いからね。あるよね。まあ、予行演習。表速が合っていくから、ね。合っていくからね。そう、だからそういう時に前が言ってた、その楽しむ方法ってめっちゃ大事になっていくと思う。好きなことと楽しむって、うん。と、絶対こう合うから最後。そうやんな。しかもこう、ここに楽しんでると、寄ってくるやん。あ、そうそう、そうやね、そうやね。楽しんでるとね、来るからね、楽しい。いいのが。今日は長い時間付き合っていただいて。いやいや、こちらこそごめん、長くなって。いやいや、もう、聞きたいことがもういっぱい出てきてしまったから。ねえ、いっぱい出てきたね。うん。今日はさ、その仕事の話いっぱいしてもらったやん。うん。で、服が、さっきさらって言っちゃったけど、トイックをさ、880取ってるって、あ、はいはい。すごいと思うね。あざーす。本当に。やっぱ、すごい問題量も多いし。うん、そうやね。そう。だからなんか、そういう、なんか、勉強のコツとか、こういうことを意識して、勉強してたみたいな話も、また聞かせてもらえたらなって思ってるので。うん、ああ、うちでよければ。もうぜひよろしくお願いいたしやす。じゃあまたちょっと近々、はい、はい、第2弾をお願いできたらなと。あ、はい、はい。ちゃっかりお願いをしつつ。第2弾のお願いを受けました。はい、ほんまありがとう今日。ああ、いやいや、ありがとう、うん。めっちゃ楽しかった。いや、もう私も、ありがとう。うん、ありがとう。見てくださった方もありがとう。なんか結構見てもらってたね、今日。ね、なんかちゃん、うん、ありがとう。ありがとう。またね。またね。